お待たせしました。監督のこういうセンスが私大嫌いなんですけど、でも今日はちょっと見直してます。同じものを身につけることで連帯感も育つからね。ダム戦争に戻った気がするよ。はい、リカちゃんもありがとう。私もサトコちゃんのために自分ができることを惜しみません。監督、さあ参りましょう。今日はどのような？昨日と同じです。北条さと子の緊急対応を求めて陳情に参りました。本日は会議室が全て埋まっておりまして。は？ただ所長も話を伺いたいと言っておりますので、応接室に入れる人数3名でお願いできないでしょうか。そんなこと受け入れられるわけ。私はそれでいいと思う。